はい、皆さんこんにちは。新横でグループレッスン、パーソナルレッスンをやっている背骨コンディショニングの三村です。今日もやっていきたいと思います。最初にですね、このチャンネルについてご説明させてください。背骨専門フィットネスというチャンネルを、運営しております。で、こちらのチャンネルですけども、腰痛、肩こり、頭痛、めまい、膝痛、股関節、そういったですね、体の不調を解決するためのヒントになるですね、動画を発信しております。今後ですね、食トレということで、栄養学だったりとか、食事の取り方、そしてその食事を取る、栄養を取るっていったところで、どういった効果がね、出てくるかっていうのをですね、発信していきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。ということでやっていきたいと思います。で、本日ですけれども、今日はですね、仙骨枕の使い方ウィーク4と、しまして、胃もたれの、改善っていうことですね、フォーカスして発信していきたいと思います。で、皆さん胃もたれとかね、結構あるじゃないでしょうか。僕もですね、結構食べ過ぎてしまって、で、次の日体の状態というか胃もたれでも重苦しいなといったところで、まあ、結構ね苦しいじゃないですか。で、こう胃が重いで、なんかこう体がだるいで、仕事もなんか集中できないなとかね、その休みの日もね、なんかこう思い切ってこう発散して動く、体を動かしたいなと思っても、なかなかね、体を動かせないなっていうのがね、あると思うんですよ。で、今日はですね、その仙骨枕の使い方、めちゃくちゃいい、使い方で、その胃もたれを、不調を改善する方法をですね、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで、動画をご覧いただいて、マスターしてください。ということで、やっていきます。はい。では、皆さん、早速ですけども、最初にですね、胸椎の6、7、8、こちらを狙ってセルフ矯正してください。で、使うツールっていうのは、まあ、冒頭でもお伝えしましたけども、今日のテーマである仙骨枕ですね。で、使う面ですけども、裏表ありますが、こっちの丸い面ですね、こっちの面を、胸椎の6、7、8狙って当てて矯正していくということですね。で、胸椎6、7、8、具体的にじゃあどこら辺なのかっていったところで、その体操をやる前に、まずここ大事なんですけども、じゃあ、解剖学っていったところですよね。具体的にじゃあ、体のどの部位かっていうのをね、しっかりと理解した上で、仙骨枕使う、体操するっていうのは全然違うんですよ。最初にまずこの解剖学、押さえていきましょう。ではちょっとね、解剖学説明していきます。はい、では解剖学が説明していきたいと思います。ではまあ早速ね、早速って言っちゃった。早速なんですけど、こちらのね、解剖学ちょっと今画面出しておりますけれども、この神経の走行というのにちょっと着目してください。で、胸椎がね、こういうふうにあるじゃないですか。で、その胸椎の横にちょうど神経があるわけですよ。その黄色いやつですね。はい。まあ、ここの部分。で、ここの神経が、交感神経になっております。で、内臓に繋がっている、まあ、交感神経っていったところと、まあ、迷走神経ですね。そちらが繋がっているという状態になります。で、その迷走神経っていう神経なんですけども、この胸椎が、後ろにドンとずれることによって、神経引っ張られますよね。で、その神経が引っ張られるってことは、その神経の伝導異常、まあ、過緊張状態になるわけなんですよ。で、そうすると、胃に繋がっている、神経の働きが悪くなるので、胃もたれに繋がってくるということですね。これじゃあ胃もたれ、じゃあどういうことかって言ったところなんですけども、まず押さえていただきたいのは、胃液の分泌って副交感神経が優位になることで分泌されるわけなんですよね。で、逆に交感神経が優位になってしまうと、胃液っていうのは分泌されづらいという状態になります。で、まず、胸椎がずれる、神経が引っ張れる、で、神経の過緊張、神経の伝導異常で、結果的に胃液の分泌が、出づらくなってしまうといったところで、胃もたれっていう症状にね、つながってくるわけなんですよ。なので、しっかりそこを、セルフ矯正して、胸椎を元の位置に戻してあげて、神経の過緊張をね、解いてあげる。で、胃液の分泌を出やすくすることで、胃もたれの不調を改善していくということになります。ここをね、皆さん、押さえていただいた上で、しっかりとね、セルフ矯正していきましょう。では、早速ね、実践編ということで、この仙骨枕を使ってやっていきましょう。はい。では皆さん、毎度おなじみの、登場の仕方で出ました。で、体操をやっていきますけれども、最初にまず体操をやっていただいて、仙骨枕でセルフ矯正。この順番がね、結構おすすめです。やっぱり緩めてから、矯正しやすい体に作ってからセルフ矯正というね、この流れがね、めちゃくちゃおすすめなんで、この順番でやっていただく、やっていただくといいです。で、今日ご紹介する体操ですけども、胸開きという種目をご紹介していきます。胸開きですけども、この胸椎ですね、胸椎という骨は12個あります。で、その胸椎をしっかりと緩めてあげて、はい、交感神経の神経の、ずれ、神経の引っ張られてるのをね、ちょっと緩めてあげるっていったところでやってください。ということで、胸開きご紹介していきます。で、
胸開けですけども、こういうふうにですね、足をまあ大体90度ぐらいに曲げていただいて横に浮きます。このポジションから胸を開けていくっていう形になります。で、ごめんなさい、もうすぐ壁なんでちょっとね、ちょっとできないんですけども、ちょっと後ろ向きに変えます。はい、まあ、こういう形ですね。はい、で、こっから、はい、わかります？こういうふうに、完全に胸を上に、天井に胸に、開くのではなく、この下半身をしっかりとロックして目線は、はい、前を、前方を向いてきます。で、この状態のまま胸を広げてくる。はい、では、続いてですね、仙骨枕を使った、セルフ矯正ですね。こちらご紹介していきます。で、使う面、こちらです。丸い面ですね。こちらの丸い面に、胸椎を当てがってあげるという感じですね。じゃあ、胸椎のどこを当てるのかっていったところで、胸椎の7番、ちょっと狙ってやっていくと、胸椎の7番をちょうどこの真ん中のあたりにやってあげると、7番を真ん中にすると、6、7、8、という感じで、この仙骨枕の丸い面にね、当てがってあげることができますので、ちょっとそこをね、狙っていきましょう。で、胸椎の7番、じゃあどこにあるのかっていったところで、皆さんこの肩甲骨、下、触れますでしょうかね、ここの部分。はい。で、肩甲骨の下と下。で、この両方の肩甲骨、ありますよね。で、その肩甲骨の、ちょうどですね、真ん中が大体胸椎の7番と言われています。なので、ちょうどその肩甲骨の下の真ん中を狙ってあげることで、6、7、8に、当てがってあげることができます。で、ちょうど溝落ちのあたりですね、こちらの高さぐらいに、なると思いますので、ちょっとそこをね、軸に、狙ってあげてください。なので、はい、こういう感じですね。はい、まあ、ちょうどこの辺なんで、まあ、大体この辺ぐらいかな。はい、まあ、この辺に当ててあげて、で、まっすぐ当ててあげる。で、まっすぐ当ててあげたら、はい。まあ、この状態で、まず、レベル1として、ちょっとね、体を揺らしていきましょう。はい。で、次にそのままお尻上げていく感じです。はい。ああ、今日めっちゃ痛いですね。はい。で、お尻をちょっと上げつつ、後方にずれてる胸椎をちょっとね、ぐっと押し込んであげるって感じです。はい。まあこういう感じですね。で、それでちょっと振ってあげてもいいと思います。なので、後ろにずれてる骨をね、しっかりと押し込んであげる。これが目的になります。お尻上げてあげて、ちょっと振ってあげる感じです。はい。まずレベル1はこの状態でお尻振っていく。で、レベル2、お尻を上げ下げしていく。はい。で、レベル3がこの状態でぐりぐり、はい、押し込んであげるという感じです。はい、ジャベさん、体操矯正お疲れ様でした。で、まあちょっとですね、ちょっと知識の深掘りとしてね、まあ論文、まあ実験がね、ありました。で、こちらのデータなんですけども、1973年にですね、人の E 拡大による自律反射っていうね、実験をやったそうです。で、こちらの内容なんですけども、胃をですね、水もしくは、炭酸ガスで膨らまして、どういった体の変化が起きているかっていうね、そういった実験をされたそうです。で、結論から言うとですね、この、胃の拡大によって、自律神経系の働き、まあ、血圧の変動、で、あと、汗をかく発汗、で、あと、血流量などの変化が、顕著に見受けられたっていうね、症状というか、データが出たそうです。で、これを、考察していくと、つまりは胃の働きを良くすることで、自律神経系の働きを良くするっていうことにね、つながってくるということになります。で、先ほどお伝えしましたよね、胸椎がずれることで神経の、働きが悪くなってしまう神経伝導異常ですね。で、その神経伝導異常で、
色神経が過緊張になってしまって胃液の分泌が悪くなってしまう。で、胃の働きが悪くなって胃もたれっていうつながりに なってくるよっていったところで、さらにこうつなげて考えていきますと、そういった胃の不調が、今お伝えした、自律神経系の働きもやっぱ悪くなってしまうっていったところなんで、結構胃を、しっかりとね、消化系を良くしてあげることで、ご自身のその体の不調をより、いい状態、より良い状態にですね、持っていけると思いますので、合わせてね、ここ知識、頭の片隅に置いてやっていただけると、自分の、やる体操をやる動機づけにね、なってくると思いますので、片隅に置いていただければと思います。で、もう一つですね、やっぱりこうピロリ菌って聞いたことありますかね。はい、まあ、胃潰瘍の原因になったりとかね、胃がんとかの原因になったりとかって言われると思うんですけども、このね、ピロリ菌っていうところで、もう一つちょっとね、栄養学のね、ご説明していきますと、茶カテキンっていうね、緑茶成分ね、取っていただくといいと言います。で、こちらもね、エビデンスでベースですね、発表されてたんで、ちょっとね、概要欄、二つとも、貼っておきますので、見ていただけたら嬉しいです。で、ちょっと内容をね、ちょっとごめんなさい、見ながら、パソコンここにあるんですけど、見ながらね、説明していきますけども、胃がんと茶カテキンで、34名の方ですね、その茶化的菌を1ヶ月間摂取したところ、ほとんどの方で、その、菌の数が減ったと。で、そのうちの、6名では、完全に菌がね、なくなりましたっていうね、実験が出たそうです。なので皆さん、食事をするときは緑茶、茶化的菌をね、しっかりとってくださいね。はい。まあ、そのサプリメントとかね、取れよっていう話じゃなくて、まずはしっかりとね、栄養補助食品で補うっていうことももちろん大事なんですけども、食事の中に、しっかり組み込んであげて、食事の全体のね、ベースを上げていって、体のコンディション、整えていただければいいと思います。はい。ということで、皆さん最後になりますけども、仙骨膜からの、種目で1種類。で、プラス、体操ですね、胸開きっていうね、種目ご紹介しました。で、こうすることで、胸椎のズレ、緩めた後に矯正してあげることで、胃もたれの解消、胃の働きを良くしていくということにね、繋がっていきますので、ぜひ日々の、体操、セルフ矯正、取り入れてみてください。ということで、この動画を見て、いいな、学べた、なるほど、わかりましたということでね、高評価ボタンと、チャンネル登録、こちらの方よろしくお願いします。で、こういった感じでね、ちょいちょい、栄養学もね、発信していきたいと思いますので、気になる方、ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、この動画終わりたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。次回またよろしくお願いいたします。